二つ目は消食にせよだな。間違いなく確実に老化を防ぐ方法は食べる量を減らすことだ。つまり消食になること。実はこのこと自体は古代ギリシャの医師がすでに発言していて、医師たちは食べる量を制限することがとても体にいいことに気づいていた。だからキリスト教の七つの大罪に鈍食があるわけだ。たくさん食べ過ぎることは罪ですよと言っているわけだな。そうか。実際にわかりやすい例がある。15から16世紀コルナロという貴族がいた。彼はお金持ちだったので毎晩のように大食いをして遊び回っていたんだが、ついに体調が悪くなり病気にかかり死にかけるところまで行ってしまう。困ったコルナロが医師に相談すると、医師から食べる量を減らすようにアドバイスされるんだ。死にかけていたコルナロは医師の言われた通り1日に食べる量を減らすことにした。その食事はパン、卵の黄身、肉、スープのみで1日に約 350g だけ。あと2杯のワインしか口にしなかった。その結果彼は102歳まで生きた。102歳？すっげえ。医師よりも長く生きたわけだ。もちろん当時食べ物を控えれば健康につながるという科学的な根拠があったわけではなかったが、今ではラットを使った多くの実験で科学的に消食で長生きすることが証明されている。これもさっき言ったのと同じように、食事量を減らすことで体を飢えさせてサーチュイン遺伝子を始動させているからだ。